Kokigen yo, everyone, the Starlight Let's Play is here, and welcome to part 17 of Senran Kagura Peach Beach Splash. So we're on the second last part of the Climax arc, and in this one, we're pretty much playing as the main three teams. Three of them, by the way. となるとアスカ、私たちの出番じゃないか？だね、私もそう言おうと思っていたところだよ。アスカ、一つ提案がある。ただ戦うだけではなく、ここは賭けをして勝負を盛り上げないか？賭け？いや、whatever。この勝負に勝ったら、私は過去の敗北を一つ帳消しにしたいと思っている。Want to cancel out a certain loss. Do you hear yourself speaking here, Homura? Homura-chan, あの子たちに負けた後、すごく悔しそうに私の口真似してたよね。まったく、こんなとこで負けてしまって、後でアスカになんて言われることか。ホムラちゃん、そんなんじゃ最強の友達失格だよ。ホムラちゃん、バイト直しすぎなんじゃない？ホムラちゃん、もっと肉を食べた方がいいよ。クソ、ガッダム。アスカみたいなこと、一人でやってたよね。見ていたのか。キツコネでこっそりね。さすがは忍びだな。忍びよ、her。確かにあの時も悔しかったが、私が帳消しにしたいのはそれじゃない。三神楽三姉妹とやる少し前、ユミが私たち二人に勝負を挑んできた時のことだ。ん？ああ、私たちが負けた。 So wait, Yumi challenged both of y'all, and she kicked both of your asses. だから頼む。 God damn.敗北で勝率を下げるのは納得できないんだ。 What? 本当負けず嫌いっていうか。で、この賭けを受けるのか受けないのか答えろ、アスカ。はいはい、受けますよ。もしホムラちゃんが勝ったら好きにしてください。アスカ just not giving two fucks.Firstly, second of all, what the hell's with the laugh? Well, goddamn. That was something. So, yeah, sore losing much.Didn't think Homo would go that far. Evil dies hard. Oh, hell no. Oh, really? Right, say.Says the bitch who wants to take a lose right off of her, right off of her win-lose streak, all because she lost to Yumi, and it was a 2-on-1. They're going harder than hard.お前の
になぜだ。ミュウとホムラちゃん、賭けの内容を変えたりするから。 She does have a point there.Ow, ow, 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 ow! Son of a bitch. Well, there goes that S rank. God damn it. Oh my god. Sit down! Jesus Christ. Yomi with a Gatling gun.Out! Damn it, Homer! Got you down, Mirai. Yeah, I'm getting the fuck out of here.Got you down, Homer. And we vibe one of them. That's two. All that's left is Ikaruga and I believe. Nah, all that's left is Katsuragi.Yeah, Katsi and Himari. Those are the only two I gotta revive. Other than that, we're doing good. Well, you are still keeping that loss, Homer. あの敗北を帳消しにできなかっただけでなく、また一つ負けを増やしてしまう。You get to keep that L and you got another L on top.How pathetic. YouTube のコメントを見てみよ。コメントを読むね。PBS はウォーターガンバトルだから、勝敗にはカウントしなくていいんじゃない？っていうコメントがたくさん来てるよ。何？God damn it, Morai!者がそこまで言うなら仕方があるまい。今の敗北はノーカウントにしてやろう。本当には Hey, that loss may not be canon, but this game I'm playing is canon. 任せるよ。でもホムラちゃん、一つだけはっきり言わせて。もしこの先ホムラちゃんが誰かに負けたとしても、私は最強の友達失格だなんて言わないからね。それは忘れないで。どんなことが起こってもホムラちゃんは私にとってずっと strongest friend。アスカ、お前はそうかもしれないが、私はそこまで甘くないぞ。お前が弱くなったら最強の友達は失格だ。そこそこの知り合いぐらいに降格してやる。忍びの世界は実力がすべてだ。そこそこの知り合いと言われたくなければ、これからも休むことなく精進を続けるんだな。わかってるって。But y'all both on the same level. What do you mean keep up? お前は私が日々どれだけの修行をしていると思ってるんだ。
修行の内容だったら私だって負けてないよ。いいや、私以上の修行はありえん。そんなことないって。いいや、ありえん。そんなことない。虹の橋の復活のためにももう一戦ぐらいやった方がええんちゃうん？ Not a bad idea there, Hikage. Well, that's gonna be it for that mission. I got an A rank. Not bad, not bad. Same old cards. Got 350 Zenny. もう少しです。頑張りましょう。とりあえず、ありものでデカ盛り料理を作りました。これを食べてから戦いに行きましょう。やったー！みのり、夜桜ちゃんのデカ盛り大好き！これは…Who wouldn't love Yoshi's cooking? お皿が置いてあるだけに見えるが、まさか、透明な食材を使った料理なのか。夜桜。どれだけ料理の腕を上げたのだ。違います。その皿にはキャベツの丸ごと煮が入っていました。でもマジなんもないって。あー、気がつかない間に他のお皿も空っぽになっちゃったよ。これは一体なぜこの楽園を拒む。その声はメイウ。あなたが夜桜ちゃんのデカ盛り料理を消したの？ひどいよ。独り占めするつもり？うまい料理を食べることができるのも、すべては現実、未来があってのことだ。この島から出れば、お前たちに未来などない。真に滅ぼされるのだからな。ならば、料理なども必要ないだろう。そんなことのために、わしが気持ちを込めて作ったデカ盛り料理を。みんなに食べてもらいたかったのに。今の料理は残念でしたが、夜桜さんの気持ちは十分に伝わっています。この島から出たらまた美味しい料理をお願いします。ユミ。ユミよ、なぜお前はそこまでこの楽園を拒む。理由は簡単です。私たちは真から逃げるつもりがないからです。何？真がどれだけ強いのかは分かりません。もしかしたらあなたの言うように私たちでは手も足も出ないのかもしれません。ですが私たちは困難に対して背を向けたりはしません。強大な敵にこそ立ち向かえ。そう教わってきましたから。教わった？ Well said, Yumi. お前たちの死は黒影だったな。では聞く。抜け人となって我々に歯向かった結果、あの最強とも言われた黒影はどうなった？地位も名誉も金も手に入れることなく無意味に死んだのではないか？黒影おじい様の死が無意味だったかどうか、それはこれからの私たちの生き様が決めるものだと思っています。何度聞かれてもはっきりと答えましょう。私たちはこの島を出ます。そして忍びとなり真と戦います。立ち止まった場所に未来などありません。未来は足を進めた先にあるのです。それが私の答えです。さあ皆さん行きましょう。私たちで虹の橋を作るのです。ならばやってみるがいい。どれだけ意気込んでも己の無力さを知るだけだ。You tell him, Yumi. And speaking of Yumi, that is who we're going to be playing as for this one.
looks like we're facing off against Hanzo. Oh my god, I'm already about to die. Hey, shut up, Mr. K. We got Hibari down. And at 2% of health. Okay, my god. Knew it. Fucking Katsi and that goddamn Gatling gun. Damn it. Gotcha down, Ikaruga. You ain't sniping my ass. Oh, shut it, Yagyu. God, oh my god. Alright, you gots to go, Katsi. You gots to go. You gots to go. God. Oh! Damn it, Katsi. Oh, shut up, Mr. K. You gots to go, Katsi. Oh, shit. I just noticed it's me versus Asuka. Oh, shit. No. No. This cannot end like this. Yes! Gotcha! Now that's an added bonus. That is an added bonus. I got the leader last. の橋は復活しています。私の力ではまだまだ足りないというのでしょうか。大見えを切っておきながら、この有様では黒影おじい様の思いにも応えられない。情けないです。これほどまでに無力だったとは。ユミちゃん、なでなで。Did they seriously have to? Did they seriously have to use the fade effect every time they pat Yumi?私の頭をなでなでして気持ちよかった？ええ、それはまあ、なんだか気持ちが落ち着きました。それはよかった。ユミチンは立派すぎるからさ、たまには肩の力を抜かないと。その通り。我らのリーダーであってもユミだけが全てを背負う必要はない。みんなの思いを一つにして戦う。
それは黒影様にはできなかったことであり、我たちならできることだ。ユミ、黒影様を本当に喜ばすことは何だと思う？黒影おじい様の思いを継ぎ、その上で超えることです。ああ、わしもそう思う。だからさ、みんなで頑張ろうね、ユミちゃん。なでなで。ありがとうございます、みどりさん。ではお礼のなでなで。気持ちいい。 And now everybody's just patting each other. ずるいよ、みのりち。ゆみち、あたしもなでなでして。 They are trying so hard to make this seem so adorable. Heartwarming and adorable.我もなでなでを所望する。なで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 、私もなでなでしたいし、なでなでされたい。みんなにみのりもしたいじゃん。 Now everybody's just patting each other. 言ってくださいましたね、ユミ。美しい月に、お前ならなれる、きっとなれると。月は光を浴びて輝くもの。私一人では月にはなれません。でも頼りになる仲間が、輝かしい光が、私をきっと月にしてくれると思います。黒影おじい様、ありがとうございます。私に素敵な仲間を残してくれて。Well, that was a very heartfelt scene. Wasn't all that sad, but more like, but more heartwarming. I really like that. Got 450 zenny. Time to move on to mission number 12.ホムラちゃん、どうしたの？難しい顔をして。ホムラちゃん、慣れないことをするとお腹を壊しますよ。な、慣れないこととはなんだ。私が頭を使ってはいけないのか。じゃあ何を考えてたの？戦いとは何かだ。ほう、ずいぶんと哲学的やな。 Definition of the word battle。 わかった。勝つと嬉しくて、負けると悔しい。それが戦いだ。ずいぶんと子供っぽい結論に落ち着いたわね。バカにするな。そこからさらに考えてみたんだ。へえ、聞きたい聞きたい。嬉しい悔しいは、アスカとの一騎打ちの後に感じることだ。しかし、お前たちと一緒に何かと戦っている時は、全く別の感情が湧いてくる。別の感情。私は勝敗よりもお前たちの無事が気になるんだ。お前たちが無傷なら飛び上がるほど嬉しいし、怪我をしているようだととてつもなく不安になる。つまり私にとっての戦いは、お前たちと生き抜いていくことだと悟ったのだ。今更ながらみんなに礼を言う。ありがとう、私に戦う意味を与えてくれて。ああ、日陰の目に涙が。わしは感情がないからよくわからない。ああ、she's crying。ホムラさんの話で目から汗が出てきたで。もう、それが涙なんだって。そういう未来も泣いてるやないか。そうよ。My God, seeing Hikage cry, it's just too cute. Homura-chan, 泣かせるような話はやめてください。泣くとお腹が空いてしまいますから。本当やね。
恥ずかしいから泣かせない。 I will not on... 思い切りお腹を空かせばいいさ。 It does feel embarrassing getting hungry just from crying. お金はたんまりあるしね。その通り。みんな行くぞ。私たちの力でさっさと虹の橋を復活させるんだ。That was very deep. Alright. Time we get our Gatling gun on. She's still thinking about that loss. Oh, got more Akamo down.Yeah, knock her mask off. Yeah, she's still salty about that loss. Damn it, Minori. You and your little short stack ass. Revenge. Uh-huh, not so funny now, huh, Minori? Damn it, Shiki! Sit down, girl. Oh, two for the price of one! Got Miss Blueberry Mom here. All that's left is...Wow, Yumi being the last one. I am not surprised. Mission complete, bitches. Oh my god, we are near end on this one.We are at near end game status. もう少しという感じですね。まだ無駄な努力を続けているのか。とても忍びとは思えない言葉だな。この世に無駄な努力などない。私はそう教わってきたぞ。そんな甘い言葉にすがるより、現状を見たらどうだ。いくら戦っても虹の橋は完成しないではないか。個人の力ではダメ。仲間で力を合わせてもダメ。これが現実なのだ。お前たちが大きなことを言えるのは、ただ単に経験が少ないからだ。無知だから恐怖も感じない。ただそれだけのことだ。もっと身の丈を知れ。その程度の力で真と戦うなどと、少子千万だ。おのれ、言わせておけば
ですが、返す言葉がありません。That about does it for this mission. We'll finish mission number 12. So we got another A rank. Same old cards. Rank up bunny booty. But anyway, that is going to be it for this one. Stick around as we're going into the second last part of this playthrough. So I'll see you then. Hey, thank you so much for watching this video. If you enjoyed, by all means, give it a like. And if you want to see more of this content, be sure to hit the subscribe button and also turn those notification bells on as well. Also, if you want, you can also check out my two Twitter accounts. The first one being Kill Starlight, aka Starzy, and the second one being Starzy, the Pretty Cure Veteran. Both of these will be in the description below. And you can also check out my Discord as well if you want to join in to talk about Pretty Cure and Neptunia and all that stuff. But yeah, that's all that said. Until then, this is the Starlight Let's Play signing out. As always, Goku Genyo, and I'll see you all in the next video. Tell me what you want, tell me what you need. She gon' party like she in the swinging 70s. Now I'm riding through the sunset just like I'm a boss. We be riding all for night. Girl, let's take it slow. Just wanna make sure that you're comfortable. Call you my princess, I'm your prince. Just to let you know, you're such a hottie, you could be in a fashion show.